こちらのモデルは XTW250 リョークという名前を付けてさせていただいておりまして、日本でのツーリング、あとアウトドアレジャーの中で最も楽しめるモデルという形でコンセプト提案させていただいているモデルです。エンジンおよびメインフレームのところはトリッカーセロ250といったモデルをベースにしていて、まあ、それ以外足回りであるとか、いろんな偽装品のところで専用設計になっております。ビッグタンク、あるいはそのキャンプ道具の積載性といったところを一つポイントですし、あと AC100V 電源の取り出しというのを提案させていただいてます。これはキャンプ場とかでですね、 100V の電化製品を使う上で面白いかなということで提案させていただいてまして、まあ、そういった場合停車状態で発電をしながら使うという想定があるものですから、この空冷エンジンを冷却するようなファンといったものを、搭載しています。とまたこの車の特徴として、この大きなリアキャリアというものを用意させていただいています。まあ、キャンプ道具満載でこうツーリングしていただくといった用途に対応して、タンデムシートを外した状態では大きいキャリアをつけていただくといった使われ方、まあ、いろんな組み合わせでの楽しみ方というのがあります。あと面白いところでですね、そのオフロードを走る上で、まあ、エンジンガードということでエンジンを守る部品があるんですけれども、これが旅先でスコップに変化するという形で外していただいて、反対側にある絵をつけていただきますと、まあ、スコップとして使えるといったような、そういった面白い工夫も盛り込んでおります。移動具のみならず、その移動先での楽しみといったところまで含めたモーターサイクルの楽しみといったところを広げたいというところが意図に入っております。